テイルズ・オブ・ブレスリア、前回の続きからプレイしていきましょう。なんか話せるもん。あ、カメや。こんなとこにもいんのか。何してんの？はっ！あなた方は！おお、カメ人が店を出しておる。いいところであったわ。補給をお願い。いいっすけど、ダメっす！今回は割増料金でお願いするっす！割増？これ、カメや。知っておるか？この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう？そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。黒髪ね。おいら、アコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮っす。この子もかわいそうだね。さて、何を買おうかな。別になんか欲しいものはないな。武器とかもな、別にいいかな。この辺補給しとくか。こんだけ買うのもどうなんだろうな。すごい、ほら。エンゲル係数が。よし。行こう。おほい。来ないな。来いよ、来いよ、来いよ。こっち来い。来い。やばい。やばい。やばいよ。ほい。あ、うわうわ、早っ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 。ちょっと待って、めっちゃ早いんだけど。話にならない。びっくりしたわ。三の手はどうか。2機連続できない。呪い、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、そこだ。食らい尽くせ。呪い、影ズバル、次そこよ。幽霊収束、そこだ。切り裂く。やれやれね。オッケー。じゃあこいつも倒しとくか。すぐに済ませるわよ。食らい尽くせ。消えないけど逃しはしない。ジェットブリザード。鎧の、鎧の。そこよ。危険連客。そこよ。そこよ、危険連客。俺の勝ちだな。よし、ね。とりあえずこっち行ってみようか。右側。さっき左行ったもんね。おお。とりあえず固まってこい、固まってこい、固まってこい。よし、固まった。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。よいしょ。呪い、とどめ。よいしょ。ラッシャーライフ。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。いいぞ。ラッシャーストライフ。そこよ、危険連客。呪い。襲撃ヒット。この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。そこだ、食らい尽くせ。お前ってだけか。影ズバル、そこよ。よいしょ。サーフェイスムーン、邪魔よ。そこよ。そこだ、食らい尽くせ。オッケー。呪い、影ズバル、そこだ、食らい尽くせ。そこどけ。呪い、影ズバル、いい感じにダメージ入ってくる。そこよ。よし。オンエッジラッシュストライク、そこだ、食らい尽くせ。呪い、影ズバル、そこよ。よいしょ。ラッシュストライク、全然疲れな。食らい尽くせ。呪い、影ズバル、邪魔よ。サーフェイスムーン、よし。そこだ、食らい尽くせ。あと何体だ。次、ウィンドライス。そこへとどめ、サーフェイスムーン。オッケー。ずいぶん変わった立ち筋ね。よし、これも回収しといて、とりあえずこっち行ってみようか。そろそろ画面人のやつ欲しいな。箱が全然ないんだもんな。ん？上に登んのか。こっち与えるよどうかな。あ、いや違う。
外れか。外れっていうか、まあ、当たりでもあり、外れでもあんのか。オッケーオッケー。これなんだろう。古びたピアス。古びたピアスか。どんな感じかな。なんか派手そうなイメージだな。よし。で、さっき倒し損ねたやつも倒しとかい、倒しとかい倒しときたいんだけど、いる？いるな。二匹ともいで、二匹ともいで、二匹ともいで、二匹とも、あーっと。すぐに済ませるわよ。くらいつく。飛燕レイク。とどめ。ダブルスムーン。そこよ、飛燕レイク。そこよ、飛燕レイク。そこよ、飛燕。今じゃ。伸びろ、伸びろ。強欲転職。強欲転職結構好きだな、見た目。そこだ。クライスク。終わり。やれやれね。式神ってそうやって使うもんなのかなとはちょっと思う。動かないと死ぬぞ。そこだ。暗い。どうだ。逃がすかよ。よし。燃えろ。ラストストライク。じゃあそこだ。暗い。うん。呪い。影詰まる。とどめ。いいね。ラストストライク。いい感じだね。そのそこだ。暗い。気だらけだ。呪い。そこだ。暗い。呪い。とどめ。ラッシュストライク。いいね、いいね。邪魔そこだ。まとめて。ダメージ。与えてくれ。呪い。影詰まる。そこをどけ。よしよし。ジェットブリザード。そこをどけ。そこだ。食らい尽くせ。呪い。影詰まる。めっちゃダメージ食らうな。その程度で。ラッシュストライク。そこだ。食らい尽くせ。支援連結。呪い。影詰まる。そこよ。とどめ。ザオフェイスムーン。そこだ。くらい尽くせ。呪い、影詰まる。ダメージ。そこよ、はい、そこだ。くらい尽くせ。次、呪い、影詰まる。そこよ。しがらけだ。オッケー。ラッシュストライク。次、そこだ。くらい尽くせ。呪い、影詰まる。サーフェイスムーン。そこだ。くらい尽くせ。邪魔よ。次はどいつ。そこだ。長いな。やれやれね。やっぱまとめると長くなるな、どうしても。まあ結局、同じ数倒すんだったら一緒なのかな。早々に肩を捨てる。それもないか。呪い、とどめ。よいしょ。ラッシュストライク。そこよ、飛燕冷却。呪い、次。気だらけだ。破砕しろ、ストーンエッジ。そこだ、くらい尽くせ。呪い、とどめ。よいしょ、ラッシュストライク。気だらけだ。片付いたね。でもやっぱ一体一体だと早いんだよな。でもそ違う違う、こっちじゃない。でもその分さ、レベル高い敵とかも出てくるから、あ、そうか、だから時間かかんのか。レベルは上がりやすいんだよね、まとめた方が。難しいとこだね。よし、こっち側行ってみよう。結構いい感じにちゃんと全部のエリア行けてる感じだね。料理なんか別のやつとか作れないのかな、今。料理を選ぶ。いない時に作るのもどうかな。微妙だな。誰かが異常状態になったら、全、こっちの方がいいんだけど、謎肉とパン粉か。30ヒット以上で SE が全開。あ、これいいな。でも醤油がないんだよな。これもいいな、60秒。でもなんかあれだね、買えない素材ばっかりだね。買えるやつで何とか、手持ちのお金で何とかしてください。ちょ話にならねえ。よいしょ。暗い尽くせ。とどめ。よいしょ。ケメラッシュストライク。よいしょ。ふい。草原客。ふ、草原客。よし。そこだ。暗い尽くせ。邪魔よ。つむじ月下。とどめ。ラッシュストライク。よいしょ。ネコトキン。芝居だ。スクリーカー。見切れるか。草原客。つむじ月下。そこだ。暗い尽くせ。
そこよ、本気で戦いなさい。なんだろう。こんにちは。早々に風をつける。くわい、くせ、呪い、神すばらけだ。そこよ、迷った。ラッシュストライク、次。やっぱ弱いな。まとめてないです。捕らえられない。呪い、神すばらけ。その程度で。やれやれね。早いわ。お、ラッキー。あれ、猫に発見。壊せるタイプってことは多分こっちが、いや、どっちが正規ルートだ。まあ戻ってくるかな。とりあえず放置とくか。なんかいたりする？お、おお、なんかいる、なんかいる、なんか、なんかでけえのがいる。油断は禁物だぞ。よし、クライドして呪い、とどめ、ダーフェイスマン。タイプ担当がいないっていうのがきついな。そこは消えない。え、死んだ？足も大丈夫だよ。アサイシロウ、やったわー。やった。死んだぞ。ちょっと待って待って待って、ロクロ、ごめん。くらったな。マジか。そこだ。くらい、くせ。空の衣を減圧しろ。そこだけ。すごいタイミングで死んだ。そこだ。くらい、くせ。こいつのせいかな。そこよ、どっちのせいだ。そこだ。暗い。よいしょ。起源冷却。そこよ、起源冷却。よし。そこだ。暗い尽くせ。オッケー。ミラージュベイル。そこ、そこだ。よいしょ。暗い尽くせ。行くぜ。呪いが。その程度で。よいしょ。そこだ。すごいな。めっちゃまとめてくれるんじゃない。ケルマック。逃しはしない。オッケー。やられるわけには。一回やられたけどな。こいつ何なんだ。すごい、すごい見た目してんな。覚悟はいい。スパイダーエリザベス。どうするっすか、見た目か。こいつはどうだ。よいしょ。4の方、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。でもダメージめっちゃでかいな。こいつはこよ、気にさせん。1の方、やばい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 。めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。昇進、めっちゃ効いてる。めっちゃ効いてるから。はい、尽くせ。起源冷却。呪い。よいしょ。ラッシュストライク。勝利。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。いいね。あ、弱。逃げられると思った。めっちゃ弱くない？なんかつけるかい。装備していくかい。これってのをなんか、お。ないね。ないらしい。よし。戻るか。あれ、攻守だよね。攻守自体はあれか。そんなに強くねえのか。話にならねえな。あの、ランダムで来る攻守の方が。あれがめちゃくちゃ強いよね。勝てないよな。呪い、逃しはしない。ジェットブリザード。その程度で。おい、やばい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 。ここも壊せるやつか。そんなバッコ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 壊してどうすんのさ。よし、油断は禁物だぞ。くらい、つくせ。見切れ、呪い、とどめ。迷った。ラッシュストライク。ふい、そこだ。くらい、つくせ。次、呪い、影しばる。よしよし、そこよ、いいぞ。邪魔よ、ラッシュストライク。そこだ、くらい、つくせ。呪い、やばいやばい、危ない。そこよ、ミラージュベイル。風の刃を断滅しろ。すごい見づらいよ。そこだ、くらい、つくせ。そこだ、呪い、影しばる。そこだ、まともに見えないな。その程度で邪魔よ。よし、そこだ、中盤でこれなんだよな。中盤でやったらなんか派手なことが出るとかじゃないのかな。そこよ、そこだ、そういうシステムではないのかな。
呪い影ズバル、その手そこだ。俺が死神の力だ。赤くなるのか。ラオストライフブラッタネー、そこだ。暗いブラッタネー、呪い影ズバル、ブラッタネー、サーフェイスムーブ。オッケー、終わり。やれやれね。結構ダメージ食らったりしてんな。早々に肩をつける。暗いブルス、逃しはしない。ジェットブリンクやっとしろ。そこよ危険連脚、そこよ危険連脚。好きにさせん、がしまった。ちょっと待って待って待って、呪い、しまった。捉えられまい。そこよ危険連脚、呪い、暗い尽くせ。呪い、逃しはしない。ジェットブリザード、おら、逃がすなよ。危険連脚、その程度で昇進見切れるか。そこだ、逃がすな。やれやれね。さてこれ取って、逆側とかなんもないね。よし、あれこっちからドーンドーンってやってきたんだっけ。そうだね、そうだわ。よし、でこっから上に上がると、そろそろ出口かなだとは思うんだけどな。雑魚がひしめいてんな。よし、こんにちは。早々に肩をつける。くらいつくせ。呪い、とどめ、ナチュラストライク。オッケー、そこだ。くらいつくせ。次、呪い、とどめ。よいしょ、ナッシュストライク。呪いぜ、そこだ。上の方を見よう。次、呪い、呪い、呪い、そこだけ。そこよ、そこだ。テオリー、やれやれね。やっぱ雑魚普通に片付けていった方が早いな。わしは弱いぞ。そこだ、弱いぞ。返しろ、好きなさい。消えねえ客、そこだ。消えねえ客、呪い、覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、そこだ。よろしく、いいね。サーフェイスムーン、そこだ。くらいつくせ。あと一体、そこだ。くらいつくせ。2の肩、蹴るまい。4の肩、サーフ。いつ見ても奇抜な格好じゃのう。慣れちゃいるが。ふう、あとはあいつぐらいか。わしは弱いのよ。そこだ。くらいつくせ。よろしくね、サーフ。よろしく、よろしく。結構まとめて入ってる。くらいつくせ。呪い、影の前。近く連打しててもなんとかなるっていうのが楽しいな。何でも言ってるけど。呪い、そこだ。くらいつくせ。呪い、こんな敵がさ、カップするようなさ、世界に生きていけないよね。FF15 やった時に思ったんだけど、よく普通の人って生きていけんなって。容赦も情けも一切。よし、これで上かな。ゴー。ほら、なんか変わったとこに来たね。ん、変わった土地だ。土地っていうか地形だ。ここも行けるとこだね。とりあえず行ってみるか。よし、お邪魔しますよ。敵はいない、宝はある。よし、で、あと一個取り逃したやつを取っといてと。逆側も行ってみようか。逆側なんか最初から表示されてたってことは、絶対に行かないといけない場所とか、もしくはなんか重要なアイテムとかがあったりなかったり、あったり、あの色の宝箱だからな、大したもん入ってないよね。うん、あんまり使い道もわからんものがいっぱい来るな。よし、これでまっすぐ進んでいこうか。ん？あ、セーブポイントがある。セーブポイントがあるってことはなんか来る？ボス戦だったりするかな？ほい。お、出てきた。
てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは？私の中で眠っています。容体は落ち着いたようです。エレノアだっけ？私が勝ったら器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。代わりにあなたが負けた時は命をもらいます。差しでやるのか？一人で十分よ。俺は4人いた方がいいと思うな。4人欲しいな。ふわっとしてるの可愛いね。はぁ、せーの、行きた。トープ、ライフセットは使わないのね。もちろん痛い痛い痛い、1対1と言ったでしょう。あとで言い訳は聞かないわよ。はぁ、そこだ、食らい尽くせ。やっ、呪い、とどめ、アンビバレンス。そこよ、飛燕連客。呪い、そこよ、飛燕連客。はぁ、てっていてっていせーの、そこよ、飛燕連客。呪い、せーそこよ、そこだ、食らい尽くす。とどめ、アンビバレンス。そこよ、飛燕連客。天にとどろけ、てっていてっていそこだ、食らい尽くす。とどめ、アンビバレンス。長い、未熟だ。未熟ですよ。ゴーマに勝てるわけがないでしょう。勝負ありよ。勝利を確信しても油断するな。なぜ止めた？あなたは器の私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょ？それはそれ、勝負は勝負です。面倒なやつね。けど油断するなって言ったのに。剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべしよ。アルトリウス様の戦区なんて不甲斐ない。涙目ちゃん、約束は守ります。あなたの命令に従う。私が死ぬまで。ダメ、体が動かな、精霊が器に干渉するなんて。ライフセット、もう大丈夫なの？うん、器になった反動が出たようだ。わしも覚えがある。高熱を出してしばらくは目を覚まさんじゃろうて。足手まといを連れてどこだかわからん土地を進むのは危険すぎるな。こいつが回復するまで休もうぜ。道連れなんだろう。ライフセットの器なんだから。道連れて、そうね。これでパーティーが全員ってことかな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。